Y 極周査の形状例。人ガサ型 Y 極周査は、球面周査、起点周査、コマ周査、増面湾曲と並んで、在デル周査の一つで、典型的な現れ方としては、撮像面に平行な被写体面のテストパターン等の、区形が区形として撮影されない、あるいは同じ光学系を逆方向に使い投影した、時にテストパターン等の区形が区形として、 投影されないといったような収差となる。中心部が膨らむような歪みにより、区形がタル型になるものと、逆に、中心部が収縮するような歪みにより、区形が糸巻き型になるもの以上の二つに、基本的には分類できるが、中心部と周辺部でこの両者が組み合わさった、人傘型などと呼ばれる歪み型になるものもある。なお、不適切な位置に絞りが配置されていると、 絞ることで歪曲が発生する。書類の撮影や、モダン様式のビルディングの撮影などの際に、不自然さとして気になる。魚眼レンズは樽型の歪曲を積極的に利用したレンズである。ダブルガウス型など、全軍と個軍が対象なレンズでは起こりにくいのに対し、片方をオートし、反対を強く突にした、望遠型や逆望遠型のレンズでは起きやすい。ズームレンズでは、 広角側で樽型、望遠側で糸巻型といったように発生する場合もある。反射望遠鏡で皆無にするのはほとんど不可能であるが、実視野が狭いためにあまり問題にならない。撮影した星の写真をもとに天体位置を求める場合には、コマ周差と並んで重要な問題になる。製造条件を満たした場合、歪曲周差は皆無になる。 製造の英語はウルソスコピーであり、接眼レンズの一種、オルソスコピックは、その実情はともかくとして、この言葉に由来する。ありがとうございます。